どうもこんにちは、松井塾の松井です。本日は宣教師追放の第2弾ということでお伝えさせてもらいます。宣教師の追放は1587年に豊臣秀吉が、追放したんだよ。それは国内を守るためだよという風な形が先ほどのお話だったんですが、いいですか？実はもう一つ諸説ありましてですね、豊臣秀吉くんですね。まあ、漏れなくそうなんですが、なんなんでしょうね。みんな権力を持ったり、金を持ったりすると同じ行動パターンになるんですかね。同じ行動パターンになるんですよ。で、豊臣秀吉くん何かっていうと、無類の女好きなんですね。女好きなんですよ。もうあっちもこっちも手出すんですよ。あっちもこっちももうバン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 手出すという風な形になるんですね、豊臣秀吉って。なあんまりないと思うんですが、なんか YouTuber の方とかだったりするとあんまりないですよね。そのなんか、チャンネル登録者数とか、なんていうんですか、チャンネル登録者とか、再生回数が増えたからつって、あんまりなんか女癖って癖が悪いって人あんま見ないんですけども、この時代はもう手癖も女癖もめちゃくちゃ悪いです。めちゃくちゃ悪いんです。簡単に言ってしまうと。で、この豊臣秀吉っていうのが、こう要するに、どん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 手出そうとしたわけなんですよ。そうすると、宣教師の一人がですね、そういう、なんていうんですか、女の人に、バン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 ナンパして手つけまくるっていうのは、良くないんじゃないんですかっていうふうに、まあ、言ったわけですよ。まあ、正論ですよね。正論ですよね。はい。豊臣秀吉って、ちょっと、政治に関しては、私は、政治とか経済に関しては、すごいなと思いますけど、女性問題に関しては、こいつちょっとどうなのかなと思ってます。はい。女の人を賭けの材料にするっていう、とんでもないやつなんで、ちょっとどうなのかなと思うんですけど、そういう人なんですね。そういう人なんですね。で、宣教師が、こう言うわけですよ。秀吉さん、女性を大切にせなあきませんよ。ね、女の人を大切にしないとダメですよ。と。まあ、いうようなことを、まあ、言ったらしいんですよ。で、豊臣秀吉君、何が問題あるんだよ。と。ね。まあ、今だったらもう炎上ですよ、多分。だから、開く直りですよ。開く直りなんですけど。何が問題あるんだと。ああみたいな。お前も追放みたいな。まあ、いう感じなんですね。まあ、とんでもない話ですけど、これが事実だとしたらね。これが事実だとしたらとんでもない話なんですけど、まあ、こんな感じの事件があったということですね。なので、まあ、豊臣秀吉が宣教師を追放したっていう理由は、まあ、女性問題ということですね。ナンパを中止されたということになる。ナンパを咎められたので、お前らちょっとどっか行けと、出て行けということですね。まあ、権力ってやりたい放題になりますね。はい。ということなので、まあ、皆さんね、あんまりね、女癖の悪い人間にならないでほしいな、というふうには思いますけどね。付き合ったらちゃんと付き合ってくださいと、という形になります。はい。いい加減なことはあんまりしないよ、ということになります。はい。というわけで、本日もご視聴いただきまして、誠にありがとうございます。